はい、こんにちは。今日はオーキーさんの PD 対応充電器 PAY20S を手に入れたので、いろいろと報告したいと思います。買ったのはいいのですが、全く電圧が出ませんでした。残念。いろいろと試してみましたが、電圧が全く出ませんでした。だから安いのですね。出力は 5V3A、 9V2.22A、 12V1.67A が出るようです。コネクターは USB の Type-C が一つです。早速壊れたこれを分解していきたいと思います。分解できる箇所はこの辺りしかありません。私の場合、廃屋のガソリンを爪楊枝の先端に染み込ませて、この周囲の溝になぞるように少しずつ流し込みます。しばらくすると樹脂が溶け出して浮いてきますので、こいつで溝をほじくってやります。よし、こんな感じのものが出てきます。今回はガソリンを使ったため、この縁が溶けていますが、まあ後で接着できますので特に問題ないので、このままいきたいと思います。 100V はこの板バネのところで接触させているようです。よくできてますね。基板が見えますので引っ張り出してみたいと思います。このような基板ですが、見たところ壊れていそうなもの、部品はちょっと見当たりませんね。この辺りに高圧用の電解コンデンサーが2個見えます。あと PD 電源制御用の専用 IC が、これですかね、 XPD720 というチップが使われているようです。こちらにあるのが虹川同期整流制御用の IC のようで、型番がSP6516FD と刻印されています。裏側に回りまして、まず見えるのがブリッジ整流器ですね。こちらに見える IC は SP6649FL と刻印されています。こちらを調べましたところ、 FET が内蔵されたスイッチング電源の制御 IC のようです。このような IC を作る C 国は恐るべしです。ここまで見てきた部品の中で壊れている部品は特に見当たりませんでした。こちら側に見える部品は、バリスターのようですね。バリスターの裏には、フォトカプラーがあるようです。結構真面目に作られていますね。基板の構成は1枚、2枚、3枚、あとは、高周波トランスが、載っています。ちょっとこれを、バラしてもう少し詳細を調べてみたいと思います。
はい、ばらし終えた部品を再び組み上げました。これで、ケースに入るまでは確認しております。それではケーブルをつないで実験してみたいと思います。差し込みました。電圧モニターを起動してスイッチを入れてみたいと思います。でこいつは、負荷をかけないとどうも制御しないような状況のようです。でちなみにこの先にスマホを充電してみたいと思います。こういう形でスマホを充電すると、9V、約 9V ですね、急速充電される動作をしています。まあ、いい感じに充電されているようです。で気をつけることはケーブルによって、規格に合ったケーブルを使わないと出ない場合があります。今回たまたま手持ちにいくつかありましたので、動くことが確認されています。それではケースに組み込んでみたいと思います。USB の、コネクターの位置を確認して穴と合わせるようにします。基板は溝がありますので、それに合わせて、はめ込みます。コンセントの先のアダプターですね。ここは本当にうまく考えられて作られています。こいつをつけて動作テストしたいと思います。はい、それでは電源を入れてみます。スイッチオン。はい、ちゃんとつくことが確認されました。いろいろと実験をしてみましたが、どうやら PD 対応の機器でないと動かないことが分かりました。それは今回入手した PD 電源アダプターが壊れているのかどうかが分かりません。ちなみにちょっと古いですが、シャープアクオスのセンス7とソニーエクスペリア XZ3 をつなげてみたところ、正常に充電されました。一方、手持ちの機器で Android 12搭載のタブレット T60 と iPhone7 をつなげたところ、このアダプターは動作しませんでした。この違いが分かりませんが、まあ使えそうなのでこのまま良しとして、使っていきたいと思います。